おはようございます。本日は宮城県にある鳴子温泉郷へやってきました。こちらの看板にも書いてある通り温泉郷ということで複数の温泉で成り立っています。駅前の階段をまっすぐ登って進んでみたいのですが、今回はメイン通りの方から見ていこうかと思います。目の前にはお茶屋と土産屋がありますね。喫茶とお食事と書かれているので食事も2階でできるみたいです。昔ながらの細い温泉街ですね。いや、いいね。まんじゅう売ってるんで、まあ食べてみますか。もうやってないですけど、味がある写真屋と、こちらもやってないですね。お惣菜屋かな。ここもやってないけど、あ、看板残ってますね。鳴子土産製造元、こけしを販売していますね。鳴子温泉こけし有名なんで、いろんなお店で販売してます。メインのストリートはすぐに終わってしまい、一般住宅や元々お店だった感じの通りにやってきました。ここも元々はお店だったんでしょうけど、現在売り物件になっていますね。どこの温泉街もそうですけど、駅前は割と賑わっていて、そこ外れるともう廃れている印象です。なんだか不思議な看板がありますね。笑顔のお守り、幸せになるけど、足湯の看板ですね。目印が書かれていました。こちらの大崎商店の的なりにあるんですね。ちょっと気づかないですよ、これ。足湯の目の前も鳴子と書かれた何かのショップですね。ここの足湯なんですけど、暑すぎて疲れないですね。マジで暑い。暑っ。足より奥はほとんどやってるお店がないですね。入居者募集中の看板だけが立っています。と思ったらここはやってました。何屋さんなのかなと思ったんですけど、多分ねレストランかな。このこけしのお店がこの辺だと最後じゃないですかね。奥に1個ホテルはあるけど、職員がここで作ってるの見れる設計になってますね。さっきのこけし屋の隣の路地をまっすぐ上に進んできました。この辺はスナックとかお寺ですかね。スナックポパイ、味のある看板ですね。でもこれは多分ね、おそらくやってますね。まだこっちの手書きのポパイが綺麗です。こちらは現在ロープで立ち入ることができなくなっていますが、公民館か何かだったのでしょうか。事務所的な雰囲気を感じますね。こちらの無料駐車場の隣にも足湯があるみたいです。駐車場の隣だったので、こちらはやはり混んでいました。温度もぬるめに設定されており、さっきの足湯と比べるとだいぶ浸かりやすいです。足湯の後ろでは温泉卵を作ることができるんですけど、どうやらこちらは当分の間使用はできないみたいです。続いては早稲田桟敷湯が見えてきました。この建物は、ね、黄色なんで分かりやすいですね。あと謎のチャイムが鳴り出しましたね。このまままっすぐ進んでいけば鳴子温泉駅へ戻れます。隣のこちらはちょっとした広場ですよね。行ってみますか。最初はこっちに行ってみましたが、続いてはこちらに進んでみましょう。このまままっすぐ進んでいくこともできるんですけど、ここがあの駅最初に見えたところの階段を登った通りですね。実は駅からもう見えていたんですけど、この惣菜屋に寄りたかったんですよ。柴崎というお店でお肉とお惣菜を扱っています。ここのお店本当に惣菜の種類が豊富でして、どれもめっちゃ美味しそうなんですよね。今回は柴崎コロッケとメンチカツを購入してみました。駅前のベンチで食べていたんですけど、足湯があることを見落としていました。来た時は全然気づきませんでしたね。ということで元の道に戻ってきました。ピカセという和菓子屋も見えてきました。栗団子が有名のようですね。こけし通りへやってきました。この辺がどうやらこけし通りらしいですね。確かにこけし店が多いな。やってないところはまあ多々ありますが、文字は残っています。また菓子屋が見えてきましたね。鳴子まんじゅうこっちで持ってんだな。
あの和菓子屋から踏切を越えて結構奥までやってきました。このまま行けば鳴子温泉郷の一つの中山平温泉が見えてきます。とと、お店らしいものがありました。食堂ですね。しかも営業してるじゃないか。食べようか迷った挙句帰りませんでしたね。帰りも一回どうせ通るんで、その時に決めましょうか。 Google マップで確認するとこの辺にあとこけし屋が3軒ほどあります。あと一つ竹のプラザという多分町の商店みたいな感じの場所が一軒ありますね。せっかく奥まで来ているので、まあ見て帰りましょうか。どちらも見えてきました。帰り道にはこけし屋がもう一軒建っていました。それでこけし屋の隣が先ほど言っていた竹のプラザです。町の商店といった感じで食料品を取り扱っていました。鳴子温泉街まで戻ってきました。最後にこちらの日帰り温泉に入って次の場所に向かいましょう。千年の歴史を持つ温泉で、浴槽は板張りと昔ながらの雰囲気なのだ。隣には温泉神社が建っています。せっかくなのでこちらも上まで見に行きましょう。階段はそんなに長くないので湯上がりのちょうどいい運動になりますね。さすが鳴子ですね。こちらにもこけしが建てられています。かわいい。続いては東鳴子温泉のある駅へ移動してきました。最初の鳴子温泉に比べると規模は少し小さいですかね。駅前には観光ストア鳴海がありますね。お土産の店栗団子とかはさっきのところにもあったんで同じものでしょう。他は何かあるんだな。鳴子はまあまあ歩いている人がいましたけど、東鳴子は出歩いている人がほとんどいませんね。ラーメンの看板とか立ってるんで、ここの食事どころはやってるでしょうけど、あとはそこのお風もやってるのかな。あ、でも一応こけし屋ありますね。やってる？あ？やってなさそうだけど、こけし屋はありました。なんか寄りたいところもそんなになかったけど、まあお土産屋だけ見ていこうかな。3つ目の温泉の鬼こべ温泉へ浸かりにやってきました。目に効く温泉ということで初めて聞いたよ。シャンプー、ボディーソープもあるから洗って早く浸かるのだ。小さいけど露天風呂もあって風情感じるね。お腹も減っていたのでそろそろランチにしましょう。入り口からクマの毛皮を置いてあるのは結構びっくりですね。店内では山菜とキノコをメインに販売しています。料理にはイノシシの焼肉、クマ汁だったりジビエのものもありました。まあ、今回は600円で食べれるキノコ汁にしました。ちなみに外では犬も飼っていて触ることもできます。キノコ汁具だくさんだったので普通にお腹いっぱいになりましたね。コスパいいんじゃないかな。お店が混んできたので一旦湖畔へ移動してきました。名前は忘れてしまいましたが、なんかの花が咲いています。白と紫があって綺麗ですね。この辺だと結構見かけるんですけど、まあ花の名前は置いといて最後の中山平温泉へ向かっていきましょうか。温泉に行く前にせっかくなので太鼓橋を見てから向かいましょう。到着しました。太鼓橋です。まあ正式名称は大深沢橋なんですけど、眺めはめっちゃいいですね。だとちょっと怖いな。さすがにちょっと下を見ると結構怖いです。この辺の岩は結構面白いですね。これ直立に立っているんですよ。その上からこれは木が生えてきてるのか。一つ訂正があります。僕のリサーチ不足だったんですけど、海古橋というのはさっきの大橋のもう一個下にある橋のことを言うみたいです。よく見ると分かれてました、マップで。なので現在地のここからまあ下って行けば多分到着するはずです。ついに中山平温泉へやってきました。駅の目の前には大桜の木が植えられていますね。これ春だとすごい綺麗なんだろうな。今16時でほとんどお店は閉まってしまいました。こちらには早速レンタルサイクルがありますね。レンタルサイクルと書かれてるけど料金
金票がほぼ消えかかっています。あと自転車が一個も置かれていないですね。こちらはイーラストア鮮魚と食料品と書かれています。あと黒猫がいますね。郵便局側の道路も一応行ってみますか。上野食品という店があるぐらいだけど多分やってないんじゃないかな。案の定閉まってますね。そもそもこれ今も営業してるのかも分かりません。お姉ちゃんさん今何もないんで早いとこ温泉に浸かりに行きましょうか。最後はこちらのシントロの湯に浸かって終わりましょう。隣の湯の駅も飲むヨーグルトだけ購入しました。これもどうやら大崎市で作っているみたいです。鳴子温泉郷結構回るところが多くて楽しかったですね。全部回ろうと思ったら一日潰れてしまうんではないでしょうか。鳴子温泉だけ見るのであれば半日もいらないかな。3時間あれば十分だと思います。ということで今回の鳴子温泉郷編の動画はここで終わろうと思います。また次回のビデオでお会いしましょう。